も奥賀康信です。違うか、吉田サラダです。ウィラブサローズということで、9月7日ヤクルトスワローズ対阪神タイガース12対0で勝利いたしました。スワホ、いやー、めちゃくちゃ嬉しいですね。久しぶりのスワホ、いやー、よかった。快勝ですね。12対0、気持ちがいいですね。先発の奥川投手、ナイスピッチング、甲子園での躍動が似合いますね。最高でしたね。そして1番に宮本選手、2番に坂口選手、相手投手がね、青柳投手ということで、左を並べて、それがね、本当に機能してくれました。高津監督の采配、ビシッと決まりましたね。ほんと気持ちいい勝ち方。これね、ちょっと困りますよね。嬉しい悩み。宮本選手とかね、もっともっと使いたいと思うんですけどもね、出る場所がない。宮本選手、ショートにコンバートいかがでしょうか。ねえ、ちょっとね、セカンド、サードはね、もう決まってますから、宮本選手こんなに打ってくれんのに代打でしか使えないっていうのが嬉しい悩みですけどね。はい、ということで、今日はね、ピッチャーも良かったです。奥川投手、大西投手、石山投手ね、ちゃんと抑えてくれて、本当にいい勝ち方でした。あとでかいのは、ジャイアンツさんも負けてるっていうことなんですけど、その負けがね、菅野投手が乱調ということで、この前対戦した時は、あ、菅野投手も復帰して無双状態か、これやばいなとか思ってたんですけども、まだまだ不安定ということで、これはもうヤクルトスワローズにとったらめちゃくちゃチャンスだと思います。この調子でね、阪神タイガースさんに3連勝いきたいと思います。明日のピッチャーはライアン小川投手です。ライアン頼むよ。明日取ると本当にでかいんで頼みます。本日は以上です。ゴーゴースワローズ。明日は山田哲人選手かな。頑張ってください。